眠い。めちゃくちゃ眠い。ああ、よいしょ。どうも、こんばんは。お知らせがあります。まあもうちょい人が集まってから、まあ、たくさん来てくれてるけど、すでにちょっと集まってからお知らせに入ろうかなと思う。それまではどうしようか。なんだろう。ちょっとまあ歌ってみたの動画上げたりしたよみたいな話でいいか。まあ。いやでも久しぶりなんだよ、すごく。よくよく考えるとね、その歌ってみたっていうくくりの動画結構久しぶり。だいぶ空いたよね。なんかやっぱりあのテレスとか、まあなんかそういうそれらがあって、あのそうオリジナルとかが最近多かったから、まあ久しぶりだなって。やっぱりこういうのを歌うのもやっぱり楽しくて、まあそういう面もやっぱりあるなっていう。そのオリジナルみたいなの作るのもまあ好きなんだけど、全然なんかやっぱり人の作ったものを歌わせてもらうっていうのはすごくこう刺激になるし、なんか広がるものが感じられてとても楽しいよね。やっぱり改めて結構久しぶりにやって思ったな。最近結構本当に自分からのものが多かったから、うん、まあそろそろ動画増やしていきたい。うん、まあ、2週に1本は最低あげたいな。そう、ようやくね、あのイラストの宮下優さんがあの仕事ほとんど終わらしたんで、今もう本当に全部ようやく終わって、先週ぐらいかな、本当にようやく全部終わって絵の仕事が、まあ、またライブが終わったらちょっとあるかもしんないんだけど、イラストの優さんがようやくなんか体返してくれたので、歌ったりしてて、うん、イラストの優さんすごい仕事してた。すっごい仕事してた。今ここに出てるイラストとかもそうなんだけどさ、花粉ね、いや花粉はね全然平気。正直僕基本眠くなると鼻がくすってくるんで、眠いだけなんですよ。眠いとね鼻がぐずるんだよね。眠いんだ今、すっごい。今日朝3時ぐらいに起きたからね、すごい眠いの、もう。うん、まあ。まあ、だからしょうがないんだけど、ちょっとやること、これもあの、やんなきゃいけないことなんで、頑張ってやろうって感じで、今日もこの後ももうちょいなんか、会議みたいのがあったりして、寝たいなと思ってる、僕は。でも頑張るんです。頑張ります。まあ頑張りますよ。まあ
何の話してたっけ。イラストの人が体返してくれたって話だ。そう、イラストの人がまあ体返してくれたんで、まあ歌ったり、そうだな、曲作ったり、曲は進めたいんですよ。あのまたオリジナルになっちゃうんだけど、曲も進めたいし、まああとはここからライブまではライブの練習して、まあ、ちょっと頑張りましょうっていう感じで。そうだ、ライブ、まあ、ライブ用の音源とかも結構これから作らなきゃいけなくて、まあそれもちょっとまだ仕事として残ってたり、うん、まあ頑張ります、いろいろ。よし、じゃあそろそろお知らせしようか。まあ、5分ぐらい経ったしね。5分ぐらい経ってるよね。うん、5分ぐらい経ってるね。まあお知らせがありまして、まあこのイラストも込み込みのお知らせなんですけど、でん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 、ててん、お知らせ、すごいお知らせです。ワンマンライブの、追加公演が決まりました。そんで、まあ、まずはなんですけど、あの、東へ望むの方、あの新宿レニーで3月31日に公演があるんですけど、そちらまず、あの、完売、本当に即完売みたいな感じで、ありがとうございます。とっても嬉しいです。まあ、頑張ります。死ぬほど頑張るんで、まあ、楽しみにしていてください。で、この追加公演なんですけど、まあ、とりあえず、一体何なんだいっていうところから語っていくと、まあ、ほんと、東へ望むあまりにも申し込みが多すぎて、キャパシティに対して、全然、まあ、まあ皆さんありがたいことをたくさん応募してくれて、なんか来れない人がかわいそうだねみたいな話から、なんとか通過公演やりたいねみたいな感じで会社の人が頑張ってくれて、バビューンとなんかあれよあれよという間に通過公演が決定しました。とても嬉しいことですね。それでまあ下へ、こちら、5月11日土曜日、ツタヤオーイースト、すごいところなんですよ、これ本当に、これ本当にすごいところなんですよ。マジですごいところなんですよ。衝撃的なレベルのすごいところで、うん、すごいんですよ、本当に。ここすごいんですよ、マジで。ちなみに、ツタヤオイストは渋谷です。渋谷。渋谷で、その、新宿レニーの、その、だから今度やらせてもらう、やらせていただくあの、3月31日やらせていただく新宿レニーの倍ぐらい大きいところなんですよ。衝撃的な場所、すごいですね。超来てほしいです、みんなに。まあそんなすごいところでやらせてもらうことになって、まあこの公演なんですけど、まあ、とりあえずはざっと説明からしますか、どんどん。でですね、なんと、すごいことに、さらにすごいことに、まず出演は私、宮下優から、ゲスト、特別なゲストが2人参加してくれます。
こちらの公演だけです。こちらの公演だけなんですけど、特別ゲストが2人、怪力フェアさんとテニオハさんが出演してくださいます。すごいですよね。めちゃくちゃすごい。すごすぎる。これは本当にすごすぎる。で、まあ、後ろのバックバンドは3月31日のレニーと同じ、いつもの、マロンさん、松ヶ谷さん、杉崎さんの3人。で、今回そこに、さらに特別ギターとして、怪力フェアさんとテニオハさんが入ってくださる。もちろんその、ずっと出るっていうわけじゃなくて、その、まあ、それぞれの曲のところで入ってきてくださるっていう、すごい、すごいとてつもないことになってて。まあ、今回それに伴ってなんですけど、だいぶ公演内容が新宿とは変わります。その、ゲスト2名来てくださる分っていうのと、で、すごい、もうちょっと、他の曲もやりたいなっていうことで、多分、まあ、半分ないし、40% ぐらいは、曲が変わるのかな。その、新宿と。新宿から、その 40% ぐらいは曲が変わる。全然違う曲をやります、たくさん。なので、その新宿に来た人も、もう絶対楽しめる。100% 楽しめるライブです。追加公演といえど、全然内容が違うので、100% 楽しめます。絶対です。絶対。ちなみに、で、この下、この後ですね。これ抽選なので、全然、放送し終わってからで大丈夫です。ツイキャス最速選考、また抽選実施中です。もう今日、本当に今、8時から抽選が始まってます。始まってます、抽選が。これが3月の24日まで、今日から、まあ大体1週間よりちょっとぐらい。1週間ちょっとぐらい。始まります。で、まあちょっと僕から一つだけちょっとリアルなアドバイスをさせてもらうと、この抽選、最初の抽選が一番チケット当たりやすいんで、絶対に申し込むようにしてください。本当に来たい人はちょっとあんまりこういうこと言わない方がいいと思うんだけど、この抽選が一番、最初のが一番チケット当たりやすいとの噂がるので、そのなんか今日見てないお友達とかにも、もしそうやって興味があるって人いたら、伝えてあげてください。ぜひ。で、まあみんなちゃんと、その、申し込めるときに申し込んで、とね、やっぱり一般発売とか、もう先着とかになってきちゃうと、なかなかね、大変なので。まあ、ぜひぜひぜひ皆さんたくさん申し込んでくれたら僕はとても嬉しい。で、まあ、大きくは本当に今回の告知はこんな感じなんですけど、まあまたまだまだそもそも東屋のゾウの方のグッズ情報とかもまだ出てなくて、一応、まあ、言ってはいいと思うんだけど、グッズとかはあります。で、それも、まあ、もうちょっとしたら、いろいろ、情報が出ると思うんで、また告知しますので、まあ、待っててくれればなって思います。でもまた、追加公演の方で、またいろいろ、この先、まあ、たくさん告知があると思うんで、たくさんはないか。告知があると思うんで、まあそれもぜひ楽しみにしててもらえればなと思います。東へ望むもね、
僕、グッズの制作死ぬほど頑張ったから いや、マジでグッズの制作本当に頑張ったから、楽しみにしてて。多分来週か、どっかぐらいに多分もう発表出るから、情報が。もう、めちゃくちゃ楽しみにしといてくれると嬉しい。でも、ゆうさん仕事しすぎだろってなること必死なんで。本当それぐらい頑張ったね。まあ。こんな人いないよ、本当に。ライブのグッズ自分で ほとんど作るみたいな こんな人いないよ、他に。バカなんじゃないのって思う そんなアーティストがどこにいんだよって 多分バカなんだよね。多分。多分癒して言ってバカなんだよ。まあ、それは置いといて。まあ、だからその辺も来週か、そこら出ると思うんで、楽しみにしておいてください。本当に今日のお知らせは、これです。ワンマン追加公演が決定しました。嬉しいね。以上。あとなんか言うことあったっけな。多分ない。低いハモリ、高いハモリ、もう一個高いハモリで、メインメロディで、プラスメインメロディの1オクターブ上とかで、だから5つのパートでだいたいサビを1つ構成してて。